八田玄ダムは、広島県世良郡世良町大矢沢たり、一級河川、芦田川本川中流部に建設されたダムである。八田玄ダムは、国土交通省中国地方整備局が管理する、国土交通省直轄ダムで、堤高八十四点九メートルの重力式、コンクリートダムである。芦田川の治水及び、福山市をはじめとした貧乏経済圏に対する利水を、目的とした、 特定多目的ダムである。ダムによって形成された人造湖は河川名を取って足田湖と命名された。足田川の上流には少し規模の小さい三河ダムがあったが、水需要が増大したことから大規模なダムが必要となり同ダムが建設された。下流の福山市を中心とするビンゴ経済圏の工業用水と生活用水の確保と、 洪水調整目的のために建設された。1973年に計画が着手されてから、四半世紀という長い年月がかかった。ダムの建設によって、八田原地区の住民55個が移住したほか、1989年に JR 西日本福縁線も新しく掘削された、八田原トンネル経由となり大きく迂回する経路に変更になった上に、 八田原駅も廃止された。2020年、足田川水系大規模氾濫時の、減災対策協議会は、八田原ダムの事前放流に関する協定を管理者、などと結んだ。協定は、令和元年東日本台風災害の教訓を踏まえ、大雨が予想される3日前から放流により、ダム水位を下げる運用を可能にするもの。人造湖である田湖には、 夢吊り橋がかかっている。この夢吊り橋はケーブルをコンクリートで包み込んで床板とする探検官、釣り床版構造が採用されており、橋の島町147.6メートルはこの形式の橋では世界一長い。また、足で湖にかかる橋としてはシャバリ橋の八田原大橋と衣装原大橋がある。周辺には、ハッタゲングリーンパークなどのキャンプ場が整備されている。 また、ダム下流の川助橋も、同様に、降落地として整備されている。八田源ダムの建設によって、中国電力の発電用重力式、コンクリートダムであったウツコダムが水没することになった。この発電所に使用する用水は、足田川本流に設けられた衣装原ラ関から、無圧トンネルで、足田川の支流である渦戸川に建設されたダムの調整地に送られ、そこから、 導水トンネルで 5.2km 先の府中発電所に送られていた。そのため、発電所施設の存続のためにダム建設に際し、渦戸川ダムに代わる取水設備が建設された。なお、ダム本体は撤去されなかったため滑水機になると出現する。また渦戸川ダム水没で失われた山林管理のために使用するために、渦戸川を渡る橋として建設されたのが、 夢吊り橋がある。ありがとうございます。